これですね、あの、イメージボードに書いてあるですね、油屋ですね、えー、主人公のですね、えー、千尋がですね、えー、送り込まれるというかですね、働くことになる油屋の、まあ、イメージボードです。で、壮大な和風建築みたいに見えます。しかし、よく見るとですね、この下半分っていうのはですね、実は、コンクリートで作られてるんですね。えー、で、まあ、上半分もですね、豪華に見えますけども、豪華なのはですね、この、 なんて言えばいいのかなこれね、あの、湯婆婆のペントハウスなんですよ。ここのすごいかっこいい部分。で言っちゃえばこれはあの、昔の帆船の船長室とかですね、あの、宇宙海賊キャプテンハーロックのですね、艦長室みたいなもんで、艦長室だけやたら豪華な <laughs> 建築なんですよ。これすっごい綺麗に見えるんですけども、実はお客さんがですね、なんかこう、飲んだり遊んだりする場所というのは、ここら辺のなんかすごい狭い空気に、 限られてですね。で、それ以外の豪華な部分でのほとんどユバーバのですね、ペンターハウスになってます。で、初期案ではですね、この位置ですね。わかるかなここにですね、張り出しみたいのがあるのわかりますかこれ何かというと、川屋と書いてあってですね、ポットン免除なんですね。で、この位置にですね、トイレがあって、ここからあのですね、うんちたう、シックがポトンとこう落ちるようになってるんですけども、まあ、こんな風になってます。で、これを横から見ると、 どうなってるのかというとい、これもあの宮崎駿がですね、初期のうちに書いていたイメージボードがあります。えー、さっき話したようにですね、この壮大にかっこいい部分っていうのがですね、まあ、湯、まあ、バンのやつなんですけど、こう、客室、客室と書いてます。これあの、えー、とですね、あの宮崎駿が書いた、初期に書いたもんで、まだ湯バンバの上のものすごいのが載ってないんですけども、下半分がさっき言ったようにコンクリート作りなんですね。 で、大門から入っていってお風呂場の部分がすべて吹き抜けになっていて、その周りに客室がついていて、で、裏側に従業員の宿舎が張り付いているような構造になっていますですね。だから、1階がですね、あの、番台と風呂場があってですね、2階部分がすべて吹き抜け。で、3階と4階は吹き抜けの周りにですね、えー、客室がある感じですね。で、えー、5階以上が湯婆婆のペントハウスと。で、この建物をですね、宮崎駿は、 義用封というふうに呼んでます。義用封。義は、義態するの義。で、洋風建築ですね。義用封というのはですね、建築界の用語であって、どういう意味かっていうとですね、えっ、ー、と、あの、まあ、巨大なボイラーハウスが、あの、下にあるのでわかるようにですね、あの、さっきも言ったように、これ、コンクリートなんですね。えー、つまり、あの、和風建築ではなくてですね、コンクリートの偽物なんですよ。で、このように西洋技術の、 あの、西洋建築の技術を取り入れたですね、和風建築のようなものをですね、義洋風というふうに建築業界でも言います。明治時代によく建てられたやつですね。えー、まあ、和風建築の偽物というんではないですね。洋風建築の偽物というべきか。あの、大体あの、明治時代にですね、洋風の建築、いわゆる西洋建築の建て方をよく知らない大工たちがですね、見よう見まねで新しく入ってきた素材とか設計図とか、あの、材料で えー、洋風建築のなものを作ったんだけど上にはやっぱりでっかい瓦とか載せちゃうと、まあ、そういうのを「擬洋風」というふうに言うんですけどもこれねあの宮崎駿のですね強烈なメッセージなんですね何かというとですねつまりディズニーなんかのです、ね、西洋の始めた芸術にです、ね、日本のセンスを乗っけただけなんですね。 今日本のアニメーションがやってることっていうのは、まあ宮崎駿が、まあよく自分でもですね、所詮こんなもんだというふうに言ってるのはですね、その、所詮は西洋が始めたものに僕らは自分なりのセンスを乗っけてるというふうなことで、義王譜というふうに言ってるんですけども、だからこれ何かというとですね、もののけ姫そのものなんですね。この建物そのものがもののけ姫を強烈に皮肉っているんですよ、自分の作品の。いくら室町時代を描こうが、 その縄文時代を出そうがですね、なんだろうな、あの、信用樹林文化論を出そうが、何を出そうが、それはですね、その、そういう神話映画法が、所詮自分の作ったアニメーションというのは、所詮は義用風であって、西洋が作ったアニメーションの技法、西洋が作った映画の文法にのっとってやっちゃってるっていうことなんですね。つまり、 この油屋はですね、えー、かつて自分が作った前作のもののけ姫そのものであると同時にですね、スタジオジブリそのものなんですね。で、中で働く女の人っていうのも、まあ、あの、当時のジブリっていうのはですね、もののけ姫の時のですね、 まあトラブルがあってですね、えー、大量にアニメーターが辞めたんですね。で、えー、新人はですね、もう本当に女性ばっかりが多くなって、一時期ジブリのアニメーターって女の子ばっかりだというふうに言われたんですけど、もう女の子がいっぱいいる体制だったんですね。女性の新入社員ばっかりの体制。で、女性ばっかりアニメーターを集めて何を作るのかというと、その、ユバーバ、すなわち鈴木敏夫プロデューサーはですね、ヒットさせろというふうに言うんですね。この巨大になってしまったアニメスタジオが、 高畑勲がもう本当に何も勘使えずにですね、湯水のように金と時間を使うからですね、ヒットさせなきゃいけないと。つまり、観客の欲望を満たすようなアニメーションを作らなきゃいけないと。女の子を大量に集めて、で、偽の洋風建築の中でですね、その観客の欲望を満たすようなものを作れと。このメッセージがこうすごい入っているわけですね。 お客様は神様であって、で神様のたちの機嫌を取るような面白いアニメというのをひたすら続け作り続けると、えー。それが俺たちの仕事じゃでそれ。俺たちの仕事はこの油屋そのものじゃないかっていうメッセージがあります。まあ